皆さんこんにちは。松阪北消防署の石原です。今回は感染症予防と救急車適正利用についてお話しします。毎年気温と湿度が低下する冬の時期になると、季節性インフルエンザや感染性胃腸炎による救急搬送が増加します。これらの感染症は比較的感染力が強いため、十分な対策が必要となります。それでは感染症にかからないためにはどうしたらよいでしょうか。ウイルスによる感染症は、原因となるウイルスが体内に入り込むことによって起こります。感染経路として、感染者のくしゃみや咳、唾液などの飛沫により感染する飛沫感染と、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることにより感染する接触感染があります。ワクチン接種を行うことも有効な対策の一つですが、まずは予防対策を徹底することが大切です。感染症予防対策としては、正しい手洗い、手指の消毒、咳エチケットの励行、正しいマスクの着用、人混みを避ける、室内においてはこまめな換気の実施、流行前にワクチン接種を受ける、十分な休息や栄養をとり、免疫力を高めるなどのことを気をつけましょう。感染症対策には、咳エチケットや手洗いがとても重要です。重症化リスクが高い妊婦さん、高齢者、小さなお子様が身近にいらっしゃる方や、病院などへ出入りする場合は、特に注意が必要です。一人一人の心がけが感染症の予防につながりますので、ご自身の行動について再度確認をお願いします。次に、松阪地区広域消防組合の救急出動状況についてご紹介します。松阪地区広域消防組合の令和5年中の救急出動件数は過去最高の 16,180 件となり、搬送人数は 15,525 人となりました。新型コロナウイルス感染症が特に猛威を振るっていた令和2年と3年を除き、救急出動件数は年々増加傾向にあります。令和5年に搬送された 15,525 人のうち、入院の必要がない軽症と診断された割合は全体の半分以上の 56.8% を占めています。救急出動件数が増加すると、出動が重なることで管轄する地域の救急車が全て出払ってしまうことにつながります。そうなると結果的に遠くの消防署から救急車が出動することとなり、助かるはずの命が助からないという事態が発生する可能性もあるため、救急車の適正利用が求められています。現在、松阪地区広域消防組合では救急車適正利用の啓発の一環として、市内を走行する一部の路線バスの車体中央部に松阪地区救急相談ダイヤル24のバスラッピングを施工しています。お見かけになった際は、ご自身や同伴者の方などとどのような時に救急車が必要か、実際に要請する場合にはどのように行動すればよいかについて考える機会にしていただければと考えています。先ほどご紹介した松阪地区救急相談ダイヤル24は、松阪市多気町明和町にお住まいの方が救急車を呼ぶかどうか迷うときや、対応に困ったときに活用していただける無料の電話相談窓口です。救急車を呼ぶほどでもない場合の相談、不意の怪我の応急手当、赤ちゃんの突然の発熱など、対応に困ったときには、救急相談ダイヤル24にお電話いただくと、看護師や保健師、医師が分かりやすくアドバイスをしてくれます。また、メンタルヘルス、育児、介護に関するご相談もお受けいたします。救急相談ダイヤル24の電話番号は 0120-4199-17 よい救急いいなです。この冬は感染症対策をしっかりと行い、感染症にかからない、うつさないことを意識して生活してみてください。また、松阪地区救急相談ダイヤル24やこちらの救急ガイドを活用していただき、救急車の適正利用にご協力をお願いします。